皆さんこんにちは、内科皮膚科医のともり新田です。今日はですね、クレンジング剤の選び方についてお話ししようと思います。クレンジング剤ね、どんなもの使ったらいいんですかっていうお悩み、かなりコメントとかにもいただくんですね。でその中でよく、私敏感肌なんですけどとか、私脂性肌ね、油っぽいお肌なんですけどとか、ニキビに悩んでるんですけどっていうふうに、肌別で、肌タイプ別でこういうお肌だから、どのクレンジングを使ったらいいですかっていうことを結構書かれてるんですね。っていうことは、皆さんこの肌質別でクレンジングを選んでるっていうことになりますよね。そう、実はこれね、大きな間違いではないんですけれども、正しいやり方ではありません。なぜかというと、メイクというのはやはりどんなメイクをしているかっていうことによってクレンジング剤を選ばなくちゃいけないんです。簡単に言うと、しっかりメイクをしているのか、それともそんなに普通のメイクなのか、もしくはBB クリームだとか、日焼け止めにお粉みたいな簡単なメイクなのか、これによってクレンジングを分けるんですね。どんなに乾燥肌の人でも、どんなに脂性肌の人でも、しっかりメイクをしていれば、しっかり落とせるクレンジングじゃないとメイクは落ちません。クレンジングの種類には、だいたいオイルクレンジング、あと最近はバームですね。あとはジェルとかミルクとかクリームってあるんですけれども、やっぱり落ちやすいのは断然オイルとかバームとか油がたっぷり入っているものになります。で、その次にジェルタイプだったりミルクタイプだったり、そしてやっぱりクリームタイプっていうのはちょっと汚れが落ちにくいよねっていう風な感じに思われています。なので、なんか乾燥肌の人とかはやっぱりオイルクレンジングを使うのを避けた方がいいんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、それはやっぱりメイクが濃い時にですね、例えば肌に優しいからといってミルクタイプとかクリームタイプとかをつけて、やっぱり落ちないからゴシゴシしてしまうっていうことはですね、逆に肌にリスクになってしまうんですね。クレンジング剤っていうのは、どうやってこの汚れが落ちるか、メイクが落ちるかっていうと、もちろんね、洗浄剤である界面活性剤っていうものを必要ですけれど、もう一つは油ですね。そう、メイクって油なので、油は油で浮かせるんですよ。なのでこの油分が多ければ多いほどメイクは落ちやすくなります。でそこにどんな界面活性剤を入れるかで、洗い流しがいいっていう風に決まるんですね。なのでそういった観点から言うと、やっぱりオイルだったりバームだったり、油をいっぱい入れやすい形状のクレンジング剤っていうのは、よく汚れが落ちる、メイクが落ちるわけですよ。で特にクレンジングオイルっていうのはですね、私正しいクレンジングのやり方っていう動画撮ってるので、よかったらその動画参考にしてみていただきたいんですが、クレンジングオイルつけますよね。そうすると、もうつけた瞬間にオイルの中にある油分がメイクに吸着して、メイク自体はふっと浮いているんですね。でその時に、界面活性剤っていうのは、お水と油っていうのは混ざらないので、そのお水と油を混ぜる、中たつぎの役をしているわけですよ。なのでいくらクレンジングオイルの油分でメイクが浮いてきたからといって、界面活性剤と混じらなければそれは水に流れてくれないので、その時に乳化っていうものをしましょうという、その時にもお話ししました。そう、乳化っていうことはくるくるするんじゃなくて、クレンジングをつけたらちょっと水でパシャッとしたらちょっと白くなる、これが乳化です。こうしたらもうメイクが落ちているので、ゴシゴシすることなく洗い流せば、もうこれでクレンジングオイルの場合は終わりなんですね。なので私は、結局クレンジングっていう行為はですね、一番リスクを伴うスキンケアで、それはなぜかというと、どんな肌タイプの人でも、もう顔に大切な皮脂ですね、バリア機能に大切な皮脂はメイクと汚れと一緒に落としちゃうんですよ。なのでどんなクレンジング剤を使っても、その後の保湿ケアさえその人の肌質に合っていれば、やっぱりしっかりとメイクを落とすっていう、メイクの濃さの観点からいく必要があるんですね。そういった観点で言うと、クレンジングオイルっていうのは、乾燥肌の人でも敏感肌の人でも、もちろん脂性肌の人でも、さっき言ったようにゴシゴシしなくてもいいですから、メイクが濃い時には短時間で簡単に落とせるっていうことになります。
オイルクレンジング以外の例えばジェルだったりミルクだったりクリームだったりっていうのはじゃあどうやってメイクを落としているかっていうと、それは乳化ではなくて転送というものがお顔の上で起こってメイクを落としています。ちょっと難しいお話になるんですけれども、通常のクレンジング剤、クレンジングオイル以外はですね、こう界面活性剤の膜の中にこの油が入っているものが、このシャボン玉みたいなもんですよ、それが水の中に浮いているんですね。でそれをお肌にのせた時にその界面活性剤の膜がパンって弾けてオイルが外に初めて出ます。そうすることによって肌にオイルがついて、そのオイルがこのメイクを浮かせてくれるんですね。でその時にくるくるくるってすることがこの転送をする時の必要な条件なんですよ。でこのくるくるくるってした時にこの界面活性剤の膜に入っていた油が出てくるっていうことが起こるんですね。なのでどうしてもやっぱりミルクだったりクリームだったりっていうのはどうしてもこうゴシゴシっていうことをしなくちゃいけないんですね。なのでそういった観点からもやっぱりメイクをねしっかりしている時にいくら肌にいいって思ってこのミルククレンジングだったりクリームクレンジングをやっててもゴシ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 しなければ結局はクレンジングが落ちないっていうことになるんですね。そういった観点から言ってもやっぱりメイクが濃い時はですねクリームとかあとはミルクとかっていうよりもオイルの方が落としやすいっていうふうに思います。ただあくまでもこれは一般論で、もちろんクリームクレンジングでもミルククレンジングでもジェルクレンジングでも落ちやすいものはあります。なのでやはり使ってみて自分のメイクにはどれが一番落ちるのかっていうものを見て、その観点でクレンジング剤っていうのはぜひ選んでもらいたいなと思います。まとめるとクレンジング剤っていうのは自分の肌質っていうよりも今日自分がどんなメイクをしているかっていうもので選んでください。なのでできればすごくメイクが濃い時と普通の時と2つぐらい持っておくといいかなと思います。そしてクレンジングが終わった後の化粧水とか、美容液とか乳液とかそれをですね、脂性肌なのか乾燥肌なのか敏感なのかっていうようなそういった肌タイプ別で選ぶことこそが、スキンケアの正しいやり方になります。いかがでしたか。このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったら登録してください。そしてこんな風なこと聞きたいよということ、私コメント全部読んでますのでぜひお寄せいただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。